はい、売れない君の素朴な疑問なんでしょう今日は、本日はですね、今テレビ番組で、突然占ってもいいですかっていう番組ご存知ですか？あ、なんかタイトルは知ってます。見たことはない。そうな、あのね、いきなり振られてなんなんだけど、実は一度も見たことないんですよ。だからごめん、話広がらない正直者かいや、単純にだからそのやってるんで、僕もね、1、2回ぐらいしか見たことないんですけど、はい、だから占い師とかね、先生なんかはちょっとやっぱりチェックというか見たりしてんのかなと思って。なんですけど、すいません、大前提から崩しますけど、見てないんで、私何も言えない立場なんで。あ、そうなんですね。いや、なんか単純にそのもし番組見てらっしゃったら、その番組とか占い師とかね、番組どうかなと思ったんですけど、もし見ていないんであれば、そのテレビに出て占いするっていうことに関しての先生のその考え方というか、難しさというか、これ、私もね、昔もうそれこそこのほらソニーにお世話になってからね、ぽっつりぽっつり出してもらったことはあるんですよ。でね、あの占い、あのゲストの方占うみたいなこともやらせていただいたこともあるから、やってはいたんだけれども、やっぱり原則として占いってそのプライベートなものなんですよ、本当は。やっぱり本人ですら聞きたくないこととか、まして他の人に知ってほしくないことが出ちゃうこともあるわけですよ。でもちろんそれは何でもかんでもベラベラ人前で喋るわけではないんだけれども、だからよくカウンセリングとかをね、心理的な外科手術っていうふうに言って、心の中をこう切り開くようなものだっていうわけです。で、占いは別にカウンセリングとイコールではないけども、やっぱり人生をこう切り開いて中見ましょうみたいな状態になるわけなので、それはやっぱり普通の外科の手術をね、そんなみんなで公開で見せましょうなんてやらないわけだから、やるべきではないなっていうのが、まあ私の考えなんですよ。あ、そうなんですか。だって、だからその言い方で言ったら、なんかいきなり街中の人捕まえて占いましょうかって言ってるのは、いきなり街中で腹切りましょうかって言ってるのと同じようなもんですよ。いや、でも言ってることなんか分かりますね。確かにプライベートなことって、そのね、親兄弟親族とか、そのね、そのでちょっと言えないようなこととかもありますもんね、人間。ただね、まあこういう言い方をすると、いや、そんな深刻な話じゃなくって、人前で言っても面白おかしくこうエンターテインメントになるようなことをやればね、それはそれで楽しいんじゃないのっていうご意見もあるんだけれども、それはそれで今度は占いである必然性ないよなっていう気がするんですよね。なんかそれこそこうね、テレビのロケ車がとか地方に行って、第一村人発見とかやってりゃいいわけであって、ね、それと同じなんで、当たり障りのない占いっていうのは、多分占いをもっと誤解させるよなっていう気がする。なるほど。あともう一つは、逆にテレビを作ってる方の、番組を作ってる方の皆さんのことを考えるとね、いろんなこう社会的な事件があって、なんかそのね、スピリチュアルは危ないとか、そのあと、芸能人がなんか洗脳されたから占いも怖いぞとか、なんかネガティブなイメージがすごいあるんですよ。だからそれをあえてああいう番組を作ってるっていうのは、逆にすごいなって、勇気あるなっていうふうに思うわけですよね。でさらに今年だったか去年だったか、法律的にもなんか霊感商法みたいにね、占いとかその根拠のないもので人を脅かして結ばせた契約はダメだ、無効だみたいなのももう今決まってるわけなので、だからいろんな意味でなんかどんどんこう占い師のなんていうかな、居場所がどんどん狭くなってるみたいな状況下なので、それを後ろ指さされないで番組作るとなると、残念ながら多分いろんなものを薄めて作らないと多分ダメなんだろうなっていう気がするんですよ。なるほどね。ちなみに先生がその昔テレビとか出た時に、その無理な、こういうふうに無理やりそう出てないけどこうしてくれとかっていう、それ無茶なあれはなかったんですね。あ、それはね、私は幸いなことに一切なかったです。もうまんま言っていいよっていうことだったので、正直にそれはもう悪いと出てることも悪いと言いますっていうことでね、まあそこはな。でもね、根本的には今は
私はやっぱりあんまり公開の席でその著名人とはいえね、うん、みんなの前でその晒し物にするのはよろしくないんじゃないか、まして一般の方相手にそれをね占ってるのを人目につくところで見せるっていうのもちょっといかがなものかなとは思っております。なるほど、はい、ということでございます。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、また明日。